も怖くなんかない。ただの汚くて暗い屋根裏部屋じゃん。ティビラボでもっと怖い場所はたくさん見てきた。楽しいくらいだ。痛い。これはなんだ。あ、宝を見つけた。美術館に持って行ってメダルをもらうんだ。このドラゴン本物みたい。体を伸ばせた。解放してくれたのは君。してないよ。どうやって落ち着かせればいい。ジャズは好き。なら体が勝手に動き出す。いい気持ちだ。僕もこんな音楽好きなんだ。ランバーだーランバーだー。本の魔法から解き放ってくれたんだね。抱きついてもいい。遠慮しておく。他に方法はない。じゃあ僕からの感謝の印としてこの魔法の本を受け取って。ありがとう。お会いできて光栄です。ちょっと肩透かしだったか。とにかくこの本をすぐに見せなきゃ。すぅすぅすぅ、緊急事態。本物のドラゴンにこの本もらっちゃった。ああ、サム、これは本物のお宝よ。これトゥースレスミームの仕掛け本だよ。超面白そう。気に入った。この子にたくさんの課題が待ち受けてるみたい。さあ始まるよ。これは厳しい戦いだ。バンバンバン。我らの英雄は倒された。こっちでも助けが必要みたいね。ふんこんなドラゴン怖くもない。どんどん強くなってきた。どけどけ、俺の方が強いぞ。バンバンバン。新しい剣だ。すごい、気に入った。ポーション？一か八か。ゴッゴッゴッ。まずー。こっちにも剣。ラッキーの日だ。ドラゴン、お前は終わりだ。パンパン。お前こそガオー。あははは。今度は楽勝だ。パンパンパン。ついに最後の相手。勝者は俺だ。パン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 。やったー。でもちょっとかわいそうかも。あ、これならいい。今回は諦めないぞ。本物の海賊だと証明してやる。あざー、やった。少なくとも視力は良さそう。サムの言う通り、楽しかったね。じゃあ次に進もっか。あー、すごい。これ見て。戦うべき？どうしよう。みんなで楽しもう。イエーイ。この巨大ドラゴンを前にどんな技が出てくるか見せてもらおう。さて、出てきたよ。ちょっとドジっぽくない？それはどうかな。ほらーわーやー。こっちはどう？これなら怖い？わーへへ。助けてー。お前に勝ち目はない。怒らせたな。あー、大変だ。誰か助けて。勇ましく凶暴なドラゴンだ。わあ、この湖素敵。サムチンどう思う？トゥースレスがヒックと見つめ合ってるのがやだ。大丈夫。ドラゴンを引きつけて彼を守ろう。計画があるの。これから何するかわかる？餌をあげる。なんて大きな口なんだ。本格的な釣りに備えてね。おお、水を足そう。ちょっとずるい。これにはしっかりした手が必要だよ。それなら僕は魚を入れよう。これが一番楽しいんだ。ほいほいほい。トゥースレス、召し上がれ。ああ、もう少し追加しとくね。さあ、釣りの時間よ。お、よし、釣れた。これをあげよう。食べて。でもこれじゃ足りない。貝もどうぞ。大きなカニだね。タツノオトシゴ、行きます。さあ、僕にもちょうだい。ゲー、ノマだ。まずい。ご飯はおしまい。トゥースレス喜んでる。たっぷり食べさせられてよかった。料理はどうだった？人生で最高の夕食だった。あれ、見て、サムチン、パズルだ。わー、パズル大好き。早く遊びたい。それじゃ、始めよう。
パズルが完成する。サムチンどうも。いくよ。よくやったね。うん、このパズル最高だ。本の中にあるところがいい。イエーイ、とても高く飛んでる。見て。わあ、楽しい。うわー、助けて、落ちちゃう。うわー、気をつけて、S、危ない。あ、空高く飛びすぎてる。さて、次は何だろう。わあ、また新しい挑戦が待ってる。やば、このドラゴンとっても大きい。戦う準備はいいか。そのトカゲをやっつけろ。はっはー。大変、ヒックの HP がすごく低くなっちゃった。でも運よくトゥースレスがいる。一緒に踊ってる。だってダンスバトルの方が楽しいでしょ。わあ、この岩を砕かないと。海賊たち準備して。よし。うんうん。じゃああなたたちはここに行って。小さなドラゴンたち本当に怖がってるみたい。逃げてっちゃったよ。それじゃ始めるよ。私は意外と好きかも。船に乗れ、早く走れ走れ、逃げろ。俺を置いてかないで。このモンスターを退治しなければ。平和に暮らすために。行くよ。必要なものは全て揃ってる。これを食らえ。はん、これはどうだ。お前には勝ち目がないモンスター。バンバンバン、ははふん、バン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 、ひゃん。やばい、まだ生きてる。あ、大丈夫よサムチン、やっつけた。はあ、あら、ヒックの具合が悪いみたい。そんな、スー、彼を助けて、早く。心配ないわ、彼は大丈夫。トゥースレスがヒックを助けてくれるから。完全ではないけど、大丈夫になるはずよ。さよなら。あ、楽しかった。サムは？最高だった。でもちょっと悲しいな。悲しい？なんで？みんなも僕たちみたいに楽しめたらいいのに。問題ないわ。みんなにこの仕掛け本の作り方を見せてあげよう。本当に？そうしよう。切り取って色を塗ったら、ドラゴンを表紙に貼り付けてね。スーカージだ。一つ目のゲームにはこの背景を使うよ。スンスン持ってきたよ。いた、床がツルツルじゃん。これがトゥースレスよ。とっても可愛い。あは、降参しろドラゴン。ちょっとスン、楽しみを台無しにしたね。だってヒックをまっすぐに立たせてあげなくちゃ。戦う準備はできた。戦う相手はこっち。ふん、はは。これはすごい戦いになるぞ。お、これに色を塗らないと。スー、手伝って、早く。あいあいさ。ドラゴンと戦う戦士が必要ね。それが戦士？キャラ違いだ。僕はドラゴンとなんて戦えない。脱がせて、とてつお願い。もっと失礼、ピンクのドラゴンかと思っちゃった。あ、それはそうかも。このゲームも完成。次に進もう。すんごく面白いアイデアがある。このページうまくできたね。もうドラゴンじゃない、僕は海賊だ。これがペットのオウム。いやー、でもトゥースレスが必要なの。あげるよ、キャンディーと交換で。ここにいてね。
か、すべてお焼き払ってやる。もっと丈夫にしよう。うん、見てみる？マジで？もう終わったの？すんごい！待って、忘れてた！まだ時間あるよね？あとちょっと！わあ、すごい！釣りゲーム用の海の生き物だ。僕いい仕事した。すごいでしょ。やめて、泳げないんだから。あれ、泳げたっけ？とにかくやめてよね。サムチンってば。おお、新しいドラゴンだ。そう、ちょっと切るね。そう、なんてことするんだよ。わー、また切れたんだ。安心して、サムチン、大丈夫。次の場所にはこんな高い山が必要よ。うー、僕はスライムじゃなくてドラゴンだ。うー。鳥みたいに飛ぶのよ。やっほー、僕も飛べたらな。ララララ。これはすごいよ。あんなドラゴンが欲しいな。これ今までで一番激しいゲームかも。キャラクターと競技場を作らないとね。このドラゴンかっこいい。気に入っちゃった。伝説のドラゴンバトルはいつ始まるの？我慢して、サムチン。もうちょっとだけ待って。これがメインの対戦相手よ。もう一つはこれ。あー、これは激しくなるぞ。他のシーンに移ろう。でも白黒のままにはしておけない。地味すぎ。よし、これぞ真の海賊にふさわしい仕事だ。出来上がり。サムチン、なんだと思う？シマウマ。ちょっと違う。これは岩。岩？冗談でしょ。わあ、大量だです。これで十分。なら手伝うよ。ブルーブルー。 ありがとう。よし、こうやって。うんうん、下に何があるかを見たら絶対驚くよ。道具はここに。完璧。誰が勝つんだろう。後で電話して。勇敢な本物の海賊の言葉なの？これで全ページをまとめられる。スー、この仕掛け絵本最高だね。いつも通り傑作。あー、サムチンありがとう。いやいや、スーに感謝だよ。世界一すごい仕掛け絵本を作ってくれてありがとう。うん、みんなも気に入ってくれるといいな。動画を何度でも再生して好きな工作を繰り返し見れるよ。スー、気をつけて。大事なんだから。おっと、ごめんね。よし、仕掛け絵本を詰めたよ、スー。送るの手伝って。友達の誕生日に。もちろん。でもまずみんなにさようなら言わないと。みんなバイバイ。見てくれてありがとう。動画の高評価とチャンネル登録を忘れずにね。郵便局に行ってくる。またね。